なんだ？端末の方か。アッシュか。アッシュ戦。アッシュ戦なんすか、いきなり。めんどくせえ。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。適正試験の結果が出たみたいだ。あ、来た、この流れで来た。もう非常事態の中で来たよ。はい、どうでした？え？コンファームって大きいの方、どっち？なんこれ、なんすか、なんこれ、なんすかこれ。メニュー開いちゃった。あ、これでいいんか。ハルサイゴン、アストロムクローズ、GV 市民コード所有。はい。OK ってことか、つまり。量子干渉研究所による正式承認、および。はい。都市管理局局長、エレイン・コーディアの推薦を確認。誰ですか、それ。適正判定、A プラス。めちゃくちゃええじゃないか、お前。めちゃくちゃ適正もらっとんねん、お前。最高じゃないか、お前。あなたを特別監察官として承認します。ありがとうございます。そりゃ A プラスやもんな。あ、特別監察官ハルサイオン、着任おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃでかいアダッシュケース出てきたけど。支給品を受領してください。はい。何が入ったんこれ。なんこれ。通常、監察官には指輪型の銃器 WIS-07 が支給されます。え、これ拳銃なんじゃ。指輪。え、これ指輪でかない。え、これがそう。今回支給する腕輪型は腕輪型かのために特別にデザインされ、はい、量子干渉力の制御機構が組み込まれた WIS-07Aプロトタイプです。はあ、腕、これ拳銃なんじゃ。腕輪型の拳銃ってすごいな。あなたは量子干渉能力者です。量子干渉の影響を抑制するために、干渉抑制剤を使用しない際は、制御装置着用が義務付けられます。着用義務違反は重罪であり、処罰の対象となります。はあ。普通に触れたら、えらいことなるけん、やめようね、みたいな感じやな、つまり。こんな感じ？右の腕輪には、スキャン機能が組み込まれています。はい。動作確認を行います。お願いします。対象をつかんだ状態でトリガーボタンを押すと、データベースを照合を行い、情報を表示します。正常動作を確認。あ、これ情報が出てくるんじゃ、トリガーを押したけん。はあ、ははあ。左の腕輪には干渉能力の制御機構が組み込まれています。はい。動作確認を行います。お願いします。これもトリガー。来た来た来た。正常動作を確認。オッケー。これで能力発動する感じかな。左手で物の能力、過去を読み取る力。来たね、これで、ほらほら。過去干渉を使用することができるよ、左手で。ここで、物に触れて左トリガーかな。やれてるこれ。来たー。製品版で初めてじゃ、この能力使った。え？裁判始まってる。なんか裁判っぽいもの始まってる。誰か知らん人が。あ、この女の人質になった。これは3年前のあの人の記憶だ。どの人だ？誰この人？女性やけど、胸の膨らみがあるけど。僕は今あの人の過去を追体験しているんだ。春、子供頃の春が隣におるね。3年前、さっきなんか情報で春19歳で撮ったけど、16歳、16にしてはなんか幼ない？これ。
先日大陸内のアイオン粒子汚染が危険地まで上昇。大陸内をノーマルが生身で移動することは不可能になりました。はい。同時刻、我々の都市ではアルバートの管理下にある量子干渉研究所内で変異体2名を被験体とし、拡張無の機能検証試験が行われていた。はいはい。この実験で何が行われたか正しく把握することを望んでいる。ああ、知る権利を行使しようとするのね、市民が。エレイン、証人を前へ。彼は極度のショック状態にあり、実験前の記憶を失っています。ああ、この二人の実験体のうちの一人がこの春ってことね。この頃の代理発言の許可を求めます。首席観察官エレイン・コーディア、権限を認め、裁判やってる。ガチガチに裁判やってる。じゃあアルバート博士被告人なん、これもしかして。なんかそういう感じの立ち位置になるよね、これ。うん、責任の所在は明らかです。本件の責任は実験に参加した変異体にある。え、じゃあ春にあるってこと。アルサイオンおよびマイア・ガネット、両名は管理局の監督のもと自我を白紙化した後、え、自我を白紙、衝動性に対する人格矯正処置を行います。わ、それ記憶を消して都合のいい人格に取り替えるみたいな感じじゃない。観察官、この決定に異論はありませんね。え、聞いたわ。そういえば春って記憶失っとるみたいなこと言おったわ。そんな情報は入っとったわ。その状況、今まさにそれを決定するか否かの問題の、そういう状況これ。私は管理局の観察官として本実験に立ち会いました。あ、エレインさん、エレンさん、あなたそんなんでいいのか。この実験が失敗したのは変異体のせいではありません。かばってくれよ。るんじゃ弁護士みたいな感じか、この人。責任を問われるべきは、はい、ラブファード博士、あなたです。あ、でも身内が責任取るって、まあ確かに責任者かもしれんしけど、なんかそれはそれでなんか嫌な感じやな。どうなん、こういう時。何ヒゲ触ってんだよお前。何のんきヒゲ触ってんだよお前は。ポリポリじゃねえんだよお前。あ、ここにいたのね。これ小さい頃の春、過去の記憶がこう見ようわけで。あなたたちは初夏春ですよ皆さん。二度とあの人の実験に利用されることはないわ。実験台にされてた。え、どうなんだろうなこれ。博士、俺博士はいい人だと思っとったんやけど、どうなんっていう感じの見方になってしまうよこんな展開。だって体験版やった時さ、すごい仲良さそうに写真撮りよったで、みんなで。あれ見せられたら仲いいんだろうなって思って、家族なんだろうなみたいな感じで思っとったよ。どうなのそのあたりっていう感じの演出。一旦こう落としとって、実は仲良かったんだみたいな感じなんだろうか。まだ何も思い出せないのね。どうなんだろう。手を出して。あ、これはあなたたちに優しくない。9年前のナイトフォール以来、世界中で変異体は憎しみの的。ナイトフォールが変異体の暴走のせいで起こったという、あの噂のせいでね。そんな事件があったんじゃ。みんなが変異体を恐れてる。その変異体を溶け込めやすするために、このエレインさんが頑張りを感じになる、見えるな。いい人なんやな、この人は。観察官を目指しなさい。指針を示してくれとんじゃ。初めての師匠みたいな人なんかな。役に立つ存在だと証明するの。そうすれば今度はあなたがあの子たちを守ることができる。そうか、生きる希望を与えてくれたようなもんなんじゃ、この人が。春に対してこの笑顔よ。何もなかったハロリに何か新しいものを植え付けてくれた感じ、与えてくれた感じな。この感覚、懐かしい感じだ。メモリーダイブ、過去の時間にアクセスして追体験する。はい。今見たのはあの人の記憶だ。
観察官は気象を利用し管理システムにアクセスが可能です。管理システムか。アクセスってどんな感じなんだろうな。上書きを行います。気象をセットしてください。はい、セットでどうすればいいか。こうで手を置く。よっしゃ。個体登録完了。特別観察官ハルサイモン。はい。量子干渉研究所所属。管理クラスレベル4。過去干渉。レベルの差がわからんけど。干渉能力はレベル2相当に抑制。結構干渉力高いんやな、このハルの力は。ずっと観察官を目指してきた。あの人にこの気象をもらった日から。ああ、なんか思い出深い人なんやんじゃ。今の人。アイテムを使い手を離すと書くの。アイテム欄にね。そっか。春の目標の始まりがあのシーンだったんやな、さっきの。その領域この事件だ。ここで事件が起こって、捜査任務春採用。でもこれさ、今の見た上でアルバード博士の殺害が始まったってことはさ、その殺人を犯した人がさ、どうして殺人したんだっていう、なんか繋がる部分はあるよな。かといって誰が犯人だろうかっていう目星は全然つけないんだけど。時刻、死亡時刻の特定、消失した遺体の、遺体ないんじゃ。誰か隠したん？殺害犯の特定。まあ、それは突然。遺体ないんじゃ。どっか誰かが隠したんじゃ。でも第一発見者おったぞ。遺体を発見した人おったのに、それでも消失したってことは、殺人犯の関係者が隠したっていう感じはな、どう考えても。はぁ。いきなりいろいろ考察できるような情報あるな、これ。やっぱこういうゲーム好きな人にとってはたまらんな、これ。いろいろ考察できる人、考察したい人っておるだろうしな。こんな感じでログが見えるわけですね。僕がこの事件の担当。とにかく現場に。ラムファード博士の家に行こう。馴染みのあった人が死んで、それの担当をするっていうさ、いきなり、いきなりじゃん。観察官になって初めての任務がこれなんやな。なんか悲しいな。警察官になって初めて担当する事件が身内の死亡ってことやろ。どうすればいいんだろうね。行こう。オッケー、エレベーター。でも誰かおるな。これモブキャラはこんな感じの立ちになったのかな。みんなゴンドラに乗ったところにある。広場に出てゴンドラに乗った先、ゴンドラに乗らなあかんのな。どうした春。あ、適正試験には無事に通ったみたいだな。アッシュさん、アッシュ戦。はい、そうなんですよ。着任早々殺人事件って。いや、重すぎませんか。しかも身内よ、ほとんど。お前って相変わらず持ってるよな。持ってねえよ。ついてねえよ、お前。配信者的には美味しいみたいな言い方するな、お前。リリーの調整も終わったらしい。操作のサポートシステムが導入されたって話だ。サポートシステムあんの？お前もすぐ来いよ。オッケー。お願いします。アッシュ戦。だったら一緒に行きませんか？なんで一人で行くんすか？こんな感じでこれモブキャラなん？これも拡張物の中っていうことになるんかな、今。奇妙だな。ラムファード博士を殺して得をする人間なんて、コード市にはいないはずだ。って、大体の人間は重いんやけどさ。やっぱ博士に対してなんか恨み持っとる人おるんやな。そう、人間の仕業じゃないのか。外に世界広がっとんかなってちょっと思ってしまうけどな。まあいいや、行ってみよう。ああ、また人がおる。一人一人調べていきたいね、これ。変異体は能力抑制のために定期的に投薬しなければならないんだ。でもその制御装置をつけているならもう薬はいらないな。そうなんじゃ。操作は順調？
変異体は能力を制御するために、ん？ああ、制御装置の装着ね。よだよだ。窮屈に感じるかもしれないけど、それが規則なら、ごめんね、女の人じゃこれ。いえいえ、俺、あなたみたいな女の人に言われたんだったら何でも従いますから。こっちじゃないんか。出れんかった。あ、なんかメガネキャラおる。ラムダハードを博士の名前めっちゃ噛むやけど、殺されたって。子たちはどれからどうなるんだろうな。コーディア局長、とても美人で有能な人だ。お前はラムファードよりもコーディア派なんやな。コーディア派の人間をこれおるぞみんな。じゃあ1階から出ていけってことか。こうか。なんだ？端末の方か。アッシュか。アッシュ線。アッシュ線なんすか、いきなり。めんどくせえ。ごめんね、みたいな。ごめんね、みたいな感じのウィンクやめろ、お前。それは女の子にだけしろ。気になったら女の子にだけしとけ、お前。男にするな、お前。めんどくさ。管理局に落とし物した。お前、先輩がそんな後輩の仕事を増やさせるなよ、お前。管理局に落とし物って言った。この辺、ここが管理局になるんか？なになに？あ、ロボット。ちょっと待って。いや、いろいろやること多すぎるんですけど、ちょっと待ってだ。第15条第3項に基づき、外出は原則禁止となります。ああ、出ていくなってことだよ。監察官になりました。ああ許可は出ています。そうか、監察官だったら別に出ていていいんか。仕事やけん。特別警報発令中です。あ、ダメな。拡張部に参加してください。カイロスの接続が確認できません。困ったな。身分を証明するものを見せないと。え、持ってない？なんか、あ、これ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 、ああ、そうやな、これでいけるだろう。データベース同期、個体認証完了。いいだろう。許可を確認しました。オッケー、これでいいんか。5分前に着任ですね。そうなんですよ、新米なんですけど、よろしくお願いします。新しい仲間を歓迎します。ありがとう。何これ？あ、これ。先ほどここで拾いました。サイオン探査官にお預けします。アシュ船の分、これ。アシュ船の分拾ってくれた、ありがとう。こんなに大事な。確かに。身分証明書やぞお前。今の時代で言うたら免許証を落とすようなもんやぞお前。スマホを落としただけなのにみたいな感じになるぞお前。よっぽど慌ててたんだな。ワンチャン犯罪に巻き込まれるぞお前。記憶にアクセスできるみたいだ。あれ、アシュ戦の過去に自分の先輩の過去にアクセスって、なんかプライバシーのかけ合わないことしてできるんやな。先輩どんなことやってるんでしょうね。プライベート女垂らしてんのかな。なんかフットワーク軽そうやもんな。あ、なんこれ。あ、管理局なんじゃ。これ、アシュ戦やな。アシュ戦やな。これ、結構すごいな。いろんなキャラクターの視点に入れるんやな。アシュ戦の視点になってますね。あれ、このキャラってこんなに身長低かった？あいけー。何をお前、ナチュラルにぶつかってきたんだな、お前。君、いや、お前がじゃ。お前がぶつかってきたんだろお前。いきなり何なの？いや、ぶしつけたことやろ。ぶつかってきたのに何なのお前。当たり屋か、新手の当たり屋かお前は。
あ、いや、居住者 ID を表示してくれないか。あんた、監察官？この人 PV で見たことあるんやけどさ、あれ？改めて見たらこんなに身長低かった？あ、これも仕事ってことで協力してくれ。はい、監察官やで、お前言ってみれば警察官みたいなもんなだろ。国家権力やぞ、こっちは。事件が起こってさ、警戒中なんだ。何お前渋ってんだ、早よ出せ。監察官くん、尋問するなら記章を出しなさい。え？もちろん。って、あれ？なんかそんな長いの気がした。お前それ若いやろ、お前監察官としての威厳台無しやろ、お前それ。おい、待てて。いや、それはお前が悪い。それはお前が悪いわ、お前。それは、証明できるもん落としたお前が悪いわ、お前。うん、先輩の失態を見せられてしまった。何やってんの、アッシュセン。じゃあ外出ればええんか。ラムファード博士のところやな。これで出れるんか。別になんでもなかったやん。過去見えたからってさ、なんか冒険のヒントになるとかでもなかったん。なんだ？そうか、外出禁止になっとうけん誰もおらんのじゃわ。わ、東京クラロス頃の思いやつ、この感じ。こんな広い街で、おぉ。雑音は何も聞こえない。そうよ、東京クラロスの頃を思い出す、二つ前の作品。拡張部のまだ騒ぎが収まってないはずだ。様子を見てみよう。あ、拡張も入る。機長の機能で拡張部にアクセスできる。はい、どのボタンで。あ、自動で入ってくる感じちゃうな。大事なものほら、大事なもの入っとんぞお前。あいつアシュセン、これ大事なものの方に入っとんやけどさ、ちゃんと大事にしようぜよ、アシュセン。あ、そうじゃそうじゃ、これでええんじゃ。 A ボタンを長押しで入るんだったな。そういや、そんなこと言いよったわ前に。わ、そうだ、入った。市民全員に話を聞いてみよう。 OK、 これはあ、結構人多いな今回。そりゃな。そういえば時計塔の鐘が鳴るのは何年ぶりだったかな。前にあの鐘が鳴ったとき、大変なことが起こったようだ。はぁ、意味ありげな鐘がないようやな。博士を凍ったさんはどうなんだ。少なくともノーマルじゃないことは確かさ。どうせ兵隊の仕業だろう、お前。そういう偏見よくないわ、お前。妖怪の仕業みたいな感じでやめろ、お前。妖怪ウォッチみたいな話やめろ、お前。このゲームは妖怪ウォッチありませんよ。レベル5じゃなくて、マイジアレスが作ってますよ。あんたはどう思う？あの時計を鳴らしたのは誰だ？お前は知っているか？あの時計塔の鍵は随分前になくなったって話だったんだが。どうして突然鳴り出したんだ？鍵がないんじゃ。随分前から。はい、参ったな。今日の夢は最悪だった。お前もあれを見たか。彼女を見た者が俺の夢にまで流れ込んできて。カイロスの接続を切っていって欲しかったわ。メンタル汚染が心配だよ。どんな変な見る、俺の女の人どんな変な夢見よったん。流れ込んできてって。どんなヤバいもん見よったんや、お前。あ、おばあちゃんと娘さんみたいな感じの 体型やな。本当は犯人が誰かもうみんな知ってるんだよ。やって、あの人が昨日の夜博士を訪ねるところをみんなで見たいの。明日もなんだよ。し、おやめなさい。誰？すごい気になること言ってた、この味玉な。メンタリング中、誰かが博士のとこ行ったって。不安そうにざわめいてる。なんか今一人だけ。余裕によって女の子が重要そうなこと言ったけど。誰かが殺されるなんて誰も考えていなかったんだろう。そうだよな、30年間犯罪がなかった世界だからな。僕もそうだ、考えてもみなかった。
夢に守られた都市、アストラムクローズ。あれか、なんか言おったゴンドラとかいうやつ、あれに乗るんかな。なんか遊園地でもありそうな感じの、未来の遊園地にあんな感じのありそうな感じのもあるね。居住環境を失い、あれかな、悪化していくノーマルたちのメンタルケアのために、この年では30年前、生体ナノマシンカイロスの運用が開始された。うん、カイロスを介して夢の中で行われる集団メンタリング、拡張夢によって、この都市からはあらゆる犯罪が消えた。そのはずだったんだけどなって、ちょうど30周年の記念式典的なレベルの時に起きてしまったよな。後にナイトフォールと呼ばれる粒子汚染が東方から全世界的に広がり、原因不明の大災害のために、はい、外で暴動や変異体の虐殺が激化した時期にも、この都市では犯罪の一つも起こらなかった。そんな嫌な事件もあったんやな。つくのは3年前のあの実験の時以来だ。あー、ラムハード博士の実験ね。結構いろいろやばいことは起きとったよな、事件とまではいかんでも。ラムフォード博士でいいだね。なんかもうな、さぞ当たり前かのごとく目の前に出てきたけどね。プロスで現れたせいで驚かせてしまったようですね。誰だお前は、ユースティス誰だ。この都市を作り上げた頃のアルバートの姿です。あ、ちょっと前のアルバート博士、30年前ぐらいのアルバート博士。共にこの都市を作り守ってきた。はい、あなたはユースティス、この都市の統合治政体。ああ、裁判パートとかに出てくる裁判官の役割する人やな。そういう治政体が裁判パートで出てくるっていう話は聞いとるよ。はい、与えられた任務のことはすでに知っていますね。本来ならこのような任務は新任の監察官には荷が重い。そりゃ報道ですよね。5分前に新任したばかりなんですねみたいなアンドロイドに言われようだもんな。過去の記憶を読み取るあなたの能力があれば、現場から消失した彼の遺体を見つけ、犯人を特定することはたやすいはず。なるほど、適材適所的な感じで選ばれたんじゃ。今日確認したばかりの僕にこの任務を与える理由は、局長はこのことを知ってるんですか。え、なんでそこ黙るんだお前。管理局長エレイン・コーディアは現在我々の厳重な監視下にいます。行動の自由はありません。どうして。それは現場を操作することでおのずとわかるでしょう。なんか知っとんかこいつは。拡張による集団メンタリングでカイロス適合者の関与は否定、犯行が可能な人物は限られている。今目覚めている者は全員が容疑者です。ほう、カイロスに関わっとる人間はもう白で間違いないっていう判断になっとんじゃ。え、やばいぞ。だったらアシュセン、カイロス不適合やけん、この容疑者の中に入っとうでないかお前。アシュセンがまさかの容疑者リストに含まれとることになるねお前。審問は3日後です。はい、この事件の解決はあなたの手にかかっています。マジか、新任の捜査官にそこまで匂わせる気かお前は。アルバートの遺体と犯人を見つけるのです。わかりました、3日しかないんじゃん。でも3日しかないんやな。悪に飲まれる前に速やかな事件の解決を。に重すぎませんか。あの人が博士を殺した、そんなこと、考えられんな。ちょっと悪い人じゃなさそうなんやけどな。行こう。そうよ、はよ、とりあえず現場に向かおうよ。いろいろありすぎてさ、全然現場に向かうことができんかったんやけど。あ、行き先こんな矢印でちょっとこっち方面だよって教えてくれとんか。便利やな。お、よう、入らせてもらうぞ。現在スキャン中です。第4監察官、お疲れ様です。現在、事件現場は管理局がスキャン中です。はいはい、入らせてもらいますよ。よろしくお願いしますね。第4監察官、入ります。
これゴンドラか。すごいな。ほんま近未来やもん。異常ありません。太陽観察官、お疲れ様です。駅付近を警戒中です。異常ありません。おいおい、ご苦労。こっちに入ればいいんか。すごいな。これが徳島にあったら街遊びとかでさ、アニメのキャラクターのアナウンスが流れながら乗れるんかな。の夜の夜。わあ、これカップルとかに乗るんかな。3年前の実験より前のことで覚えていることはほとんどない。やばいな、遊園とかにあるんだったらカップルとかが2人で乗るんだろうな。こういうところ、ここで告白とかプロポーズとかあるんかな。僕は都市の外で保護されて研究所のシェルターで育った。ああ。僕はいなかった。12年前のナイトフォールに巻き込まれて僕の家族はみんな亡くなったらしい。そうなんじゃ。でもここに来て12年前ってことは7歳の時か。同じシェルターで育ったみんなが家族のようなものだった。そう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 、体験版でさ写真見たけどね、過去の姿見よったけどな。あーエモいエモい。3年前あの実験の日まではそうだったと聞いている。おう、なんかあったんやな。今朝ラムファード博士が殺されたという知らせを受けてとても驚いた。でもそれは、それは平穏が約束されたこの年で犯罪が起きたことに対してで、はい、博士の死に驚いたわけじゃない。どういうことだ。ちょっとこの中では博士死んで当然みたいな感じで思ってたよ。この楽園のような都市の創設者。はい。誰が博士を殺したか、それが誰であっても僕は驚かない。驚けよ。殺されて当然みたいな感じになってるね、お前。3年前の実験はこの都市の汚点、市民の記憶からは消え、博士は未だに変異体を都市に保護した人格者として知られているけれど、僕の知っているあの人は自分の目的のために僕らを物のように利用する冷たい人だ。あ、春からそういう感じで思われとったんじゃ。いや、俺てっきり春からはお父さんみたいな感じで思っとんかな、家族みたいに思っとんかなみたいな感じで思っとったけど、そんな感じじゃないんやな。ちょっと温かい親しい人間かなってそういう関係で思っとったんやけど違うんやな。そもそも前提。異常ありません。はい、お疲れ。こっちか。ちゃんと矢印で行く先教えてくれるんが分かりやすい。でもそうか、実験台にされとんやけん いいような気持ちを分かんか。